どうも、コニオです。本日は2024年9月26日現在朝6時半でございます。少し早いです。本日はですね、職業紹介の方をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。いつもトライクロスを主催されておりますグランドステージさんの方なんですけれども、こちらロードサービスの仕事もされておりまして、本日ですねロードサービスの求人動画となります。ありがとうございます。で、実際ですねロードサービスってどういう仕事をされてるのか、皆さんお世話になったことありますかね。ロードサービス、なんとなくは分かってるんですけれども、実際どういう仕事をされてるかというのを現場に行きまして1日体験してみて、リアルな現場を紹介してみたいと思います。でですね、ぜひそこで働きたいと思う方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼り付けておきますので、ぜひそちらの方からですねご応募いただけたらなと思います。またね、京都で働いてみたいという方もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、京都区外からの方も募集しておりますので、最後までご視聴いただければと思います。それではコニオ出勤します。全部ナンバーニコニコ、はい、ニコニコナンバーです。じゃあ事務所向かいます。お願いします。では事務所に出勤していきたいと思います。どこですか？2階。おはようございます。おはようございます。こんなにカメラ回ってます。仲間募集中ということで、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。荒川さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。荒川さんです。荒川です。グランドステージの荒川です。ありがとうございます。荒川さんはもうこの仕事されて今何年目なんですか？1年半ぐらいですかね。おお、1年半ぐらいですか。で、今ロードサービスと JAF と、はい、もう一個なんか配車、配車とか不動車、まあディーラーさんとか個人さん宅に不要になった車の引き取り業。はいはいはい、奈良の方にあるんでしたっけ？はいはい、そこの方に車を持っていくっていう仕事をされてて、そうですね、なんか勤務体系みたいなんてどんな感じなんですかね？朝7時から19時までをやりまして、はい、でそこから夜勤の部が19時から朝の7時まで、12時間ずつの交代っていうことですね。そうですね。あ、一応その夜勤は6日間こうあって、はい、その後1日必ず休みがあるっていう。夜勤明けのその日の半日とで次の日の1日休みみたいな感じですね。そうですね。結構あれですね、夜勤は夜休まらないですか？まあその日によって違うんですけど、うんうん、忙しい時はなりっぱなしとか、うんうん、暇な時でも回れたらだいたい1日 2、3件。あ、そんなの。多い時で9件、10件。おえ、一夜で。一夜で。うわ、まあまあその時はやっぱ結構大変というか、その分時間過ぎのも早そうですね。そうですね。せやし、もうずっと暇とかやったら、まあすることもないしあれなんですけど、コンスタントに入ってきてる方がまだ楽ですね。うん、ああ、逆にね。どういうことで
行かれる方がことが多いんですか。まあ大体はバッテリー上がりからの、まあ、パンクで行って修理ができるんやったら修理できるんですけど、はい、その場で、まあ、例えばお客さんも全然分かったらへんかって内っ側がバーストしてたらもう搬送に切り替わって、でも夜中ってあのタイヤ屋さんとか車屋さん空いてないんで、確かにその人の家に持って帰るかうちの所有のガレージで保管させてもらうかですね。一回預かって直してから返すってこともあるんですか。そうですね、うち の, あの車屋の部門グランドキャニオンでお願いして直してもらえる場合もあるし、あのお客さんがこの車屋さん持って行ってほしいってなったら後日あの朝のに持っていくっていうことですよね。はい、あなるほど。その給与形態的にもなんかそのさっきも2件の日もあれば9件10件の日もあるっておっしゃってましたけど、はい、結構数をこなせばこなすほど自分に出来高っていう形で給与も上がっていくと聞いたんですけど。そうですね、正直件数多い方が、件数多いのと、まあ、やっぱり搬送系がでかいですかね。あちょっと積んだのを長距離で行くと、はい、その分お給与にも反映されると、はい、あなるほど。そのなんかこう担当みたいな振り分けもあるんですかね。ロードサービス、JAF、そういった配車を、まあ、それはまああの1ヶ月 の, あのシフトで組んでるんで。あなるほど。その日にその仕事が入ってきたら、まあ、たまたまそうやっていくと。そうですね、あ、まあ、長距離の仕事が続く時もあれば、もう全然あのジャンピングとかパンクで終わる時もあれば、うん、あなるほどなるほど。その日にやってやっぱり案件は違いますね。結構まあこう街の仕事ではありますもんね。まあ、これ求人募集っていうことなんですけど、こうどういった方に来ていただきたいなとかっていうのってありますかね。まあ、全然あの未経験の方とかでも覚えたらまあやりがいはあると思うんで、整備士、もともと整備士やってて給料安くて不満があってトラック乗りたいっていう方やったらもう給料的にも不満がないやろうし、やっぱこちらとしては経験者やったら稼げるかなと。おお、そうなんですね。あ、そうか、元整備士とか今整備されてる方で車の知識も少し持ってて、でトラック乗って車運びたいとか何らかその車関係したいっていう人やったらまだ全然覚えやすいかなと、うん、いらっしゃるかもしれないですね。年齢的にはどういう感じの方がいいとかってあるんですか。いや、もう全然あのトラック乗れる免許で、あ全然元気であればもう20代から50代でも50代、60代、60代でもやる気があればなんかただ免許があの、ね、中型が乗れないとダメなんですけど、8トンまでの、そうですね、最悪乗れなくても、うん、一応うち自社あのキャラバンで、あのサービスカーという感じでやってるんで、うん、まあ、それからの、 あの大型免許とか取りに行って、うんうんうん、違うのも乗れたら全然いいなと思うんですけどね。うん、なるほど。仕事のエリア自体は京都、まあ、滋賀、奈良、大阪、兵庫とか。あ、そうなんですね。さっきも職員さんでいらっしゃいましたけど、鳥取の方がもう京都で今ここで仕事されてるっていうことなんですけど、はいはい、そうですね、うん、その人も、まあ、一応あの会社の近所住んではって、あ、そうで、ね、で一応なんかいきなり気になるんでっていう面接からの今、あ、そうなんですか。今ですね、3ヶ月目ぐらいかな、2、3ヶ月目ぐらいです。ぜひちょっと後であのちょうど今3ヶ月目っていう方なんでインタビューしたいなと思うんですけど、ね、はい、今ちょっと出られてるんであれなんですけど僕も今日あの、まあ、僕なんか車のこと本当全然わかんないんですけど、ちょっとロードサービス入ったら一緒に同行させてもらって、はい、あ、全然大丈夫です、ね、現場のリアルをちょっとお伝えするのが一番いいかなと思うんで、ぜひ見てください。そしてご応募お待ちしておりますので、ね、もうすぐにでもこうご応募いただきたいところですよね。そうですね、気になった方は人募集してますんで。うん、なるほど。僕ちょっと事務所入ってきて思ったんですけど、すごい事務所のなんかこの会話とかも雰囲気いい感じなんで。あ、ほんまですか。はい、馴染みやすい。荒川さんね、お優しい感じなんでよちょっと僕怖い人いたらどうしようかなと思ったんですけど、荒川さん優しい感じなんで、見た目が困難なんでね、どう思われるかわからないですけどね。だって見た目はちょっといかついですけど、でもなんか事務所の雰囲気もすごいいいなと思ったんで、はいはい、まあ、すんなりこう受け入れてもらえるかなと思います。ではちょっと
出動要請が来るまでちょっと待機で待機で、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ入りました要請が。はい、ご覧のせいで、はい、はい、現場に向かいます。今状況はエンジンかかりそうですか？エンジンはかかります、はいはい、キンタラ走る分にはどうもないです。故障原因が一応エンジンかかるがターボからイオンスルーで乾燥になりました。なるほど、はい、病院から運びます。はい、お願いします。結構細い道なんでこういうところに赤車を置くときも結構ね気を使いながらしなければいけなさそうですけれども、リアルですね現場は。ありがとうございます。では下ろしに行きます。それでは任務完了です。それではトラック乗り換えまして次レッカー車になります。さっきと違いますね。でこのレッカー車で事故車で動かなくなったやつを取りに行きたいと思います。これも最初入った時はちゃんと皆さん教えてくれるみたいです。で一人でできるようになるまでは誰かがね必ずついてくれるみたいです。でも逆に言うと一人で行けた方がその売上分のポイントがつくんで早く稼げるようになるらしいです。本人のやる気次第努力次第覚えの速さ次第ですぐにね独り立ちできるみたいなので、これね経験者やったらすぐにね独り立ちできると思うので、荒川さんなんか3日ぐらいでできたらしいです。なので皆さんやる気と件数次第でねしっかり稼げる業界みたいですのでご安心ください。
任務完了です。ついてきよる。通称ガンダム。通称ガンダム。あ、ついてきてる。あ、ほんまや。これ逆にまたこっから運転のちょっと変わりますね、なんか。それでは事務所帰ってきたんで、下ろす作業を僕もお手伝いさせてもらいたいと思います。これとっても大きいテープ、これを取って、はい、この端を取って、この字を取って、これがから覚えれます。ではちょっと今働かれて1ヶ月の大場さんにお話聞きたいと思います。ちょっと恥ずかしいということで、顔出し NG でいいですか？あ、よろしくお願いします。やわらかい。大場さん、なんか鳥取から京都に来られて今働かれてるんですよ、ね、はい、そうです。どうですか、京都は？いやー、いいとこですね。観光とかされました？あのオフの日に、いろいろ嵐山とか。いいですね。はい、近いですしね。そうですね。京都人の大丈夫ですか、裏表は見てないですか？いや、ちらっとちょっとだけちょっとだけ見ました。噂通りの、はい、まあ、そういう時もありますよね。いやですね。今日はもう今ちょうど1日終わりましたけど、はい、どういうことを今日されてきたんですかね。今日は僕の動きは、はい、京都の方の車屋さんから事故車を、はい、引き上げて、はい、で奈良の方に2回ピストンしましたかね。あ、京都、奈良、京都、奈良。そうですね。結構距離長かったですね。いや、なかなか、はい、なかなか運転、はい、まあ今の時間も混んでますし、ね、そうですね、まあ、そういうので今日はもう1日時間が経ったという感じですね。そうです、はい、で今ちょうど1ヶ月ぐらい経たれましたけど、まあ、最初はこうスタッフさんが横について、はい、教えてもらったりとかもされたんですか？そうですね、横乗りからスタートして、うんうん、で、まあ、あの先輩たちにいろいろ厳しく優しく教えていただき、やっと独り立ちして、あのまだこれからなんですけど、まあ、今あの一人で、回ってます。お、だちょうど1ヶ月ぐらい、まあ、だったら一人でも回れるっていう感じ。そうですね、うん、あのよっぽどじゃない限り、うん、先輩たちもしっかり教えてくれるので。大場さん、今まではそういう運転する仕事もされてきたんですか？そうですね、車関係の仕事をしてましたんで、多少車両っていう部分の、うん、運転には、慣れてます。なるほど、はい、京都府外から来られても安心して先輩に教えていただきながら独り立ちできるようにしていただける職場ということで。そうです。ぜひね、募集まだまだしてますので、仲間顔映ってんのにドヤ顔勘弁してください。まあ楽しくやってますんで、技も待ってます。待ってます。これからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。横にもバイト上がります。お疲れ様です。